今日は可愛いとは。え、でも今日どう、あの美容院行った帰りだから豪華髪の毛豪華、髪の毛が豪華です。ほら見て、前髪も短くなったでしょ。前髪短くなったし、髪の毛も切ったっていうか揃えたんだけど、巻いてんの。巻いてもらう。いつも帰り巻いてくれるんだよね。そうそう、髪の毛トゥルントゥルンなの。あのめっちゃ嘘、あのあれトリートメントしてもらったからトゥルントゥルンですよ。だから次の公演なんだっけ、次の公演は12か、12の公演、冬さんのセーターだ。髪の毛ツヤンツヤンですから、おそらくぜひ見てみてください髪の毛も。目元のメイクはね、でも確かにいつもは黒のマスカラ使ってるんだけど、今日はねブラウンのあのあれブラウンのマスカラ使ってますすごいね、そんなのも気づいてくれるの。でも今日はね、多分照明の関係もあると思うよ。照明っていうか明るい、多分いつもよりいい感じのところで、お家より綺麗なところで配信してるかも、あの光がね。そう、夜ご飯はギフタン食べました。あのこの前さんから食べて余裕だったんよ。だからあの4からいけんじゃねえと思って、いや1回5に行こうともしたの、行こうとしたけどちょっとビビリが出ちゃって4にした。でも4で正解だった。なんか3からは美味しいと辛いがこの平等な感じだったんだけど、今日はちょっと辛さが、勝ちはしないけど辛さがちょっと感じてしまう感じだったから、あこれから3でいいわと思ったので、これから3をします。プロテインのトッピングしたいのけど、温玉した、え温玉だったよね、味玉だ、味玉のトッピングしました。そう、味玉のトッピングをしました。坂道健の歌多めなの、歌うけど多めかは分かんない、バランスよく選びました。今日は8時ぐらいから歌い始めて、まあ10時か10時前ぐらいには終わる予定だけど、わかんない、まだわからない歌ってみないとわからないけど、そんぐらい、9時半から10時ぐらいの予定おそらく。あ、初見さんもありがとうございます。瀬戸利はね、何曲か先に言っといた方がいい、待ってよ、忘れないようにね、お母さんの携帯に瀬戸利送っといたんだよね。多分17曲おそらくあ、初見さんもありがとうございます、こんばんは。多分17曲、え17曲ってどんぐらいだと思う。多分さ、喋りながら配信するじゃん、からまあ2時間ぐらいかなと思ってるんだけど、どう思いますそう17、フルコーラスではもちろん歌うよ。大丈夫かな喉え、でも長くて6時間ぐらいいる時あるから、そう、え、でも観覧料取った方がいいよ、だって本当そんなレベル高いのできるかな。まあでもやっぱ2時間ぐらいだよね。まあ2時間ぐらいです。はい、ドリンクはあるよ、ちゃんとある、ある。
え、でもみんなに先に謝っておきたいのが、あのちょっとジョイサウンドが無理だったので、ダムなのでちょっとあの公演系の曲が少ないんですけど、特に時間がないとかね、少ないというかないんですけど、時間がない公演だから、そこだけはちょっと先にごめんなさいっていうところです。はい、そうなの。一回何かあった時用にさ、テストしていい？なんかさ、最近ショールームで消す音の機能を見つけたんですけど、それがちゃんとあのできるかテストしたいと思うので、声が消えたら消えたよーかなんか合図してください。せーの、あ、ミュートになったみたいなので、何かあったらミュート使います。ありがとうね、みんな教えてくれて静寂になった、はい、なので使えるということで、何かあったら使いたいと思います。そう、何かあった時用に一応保険でてかさ、今日さ、バリ暑くない？もう春と夏の間に来た感じがすごくする。今日特にめっちゃ昼が暑くてびっくりした。もう夏が来るなと感じましたね、さすがに。お、あさっての公演当たりましただって、いいですね、待ってます。 SK48 劇場で夕食はね、ギフタン食べたよ、ちょっとチャーハン食べた後。そう、明日は平年並みらしい。平年並みっていうこと？どれぐらいってこと？え、そうなんだよね、春のさ、良くないところは風が吹いてんのと、昼と夜のあの寒暖差がすごい。みんなすごいね、今日は特に可愛いってやっぱみんな髪の毛巻いてる方が好きなんかな。今日は巻いてますよ。すごい、みんなは巻き髪の方が好きな感じかな。スタバのストロベリーはまだ飲んでないです。まあ確かに誰でもそうだけどさ、いつもと違うと可愛いって思うよね。それは同感だわ。公演前に必ずすることはストレッチとリハーサルとご飯食べるのとメイクするのと、反復横跳びする、ジャンプする、背中叩いてもらう、握手するめっちゃある、ルーティンめっちゃあるの、大変だよ。だから一個でもなんかダメだったらうわってなっちゃうから、そう、そう、前髪めっちゃ綺麗でしょ、今日切り立てだからめっちゃ綺麗だよ。めっちゃ多いでしょ。そうなんよ、アスリートだ、おもろい。あ、8時になったので1曲目から、ん1曲か、ん1曲目早速歌いたいと思います。みんなにしっかりパリオエメラルドのイベントありがとうっていう気持ちを込めて、どんちゃかどんちゃか歌っていきたいと思います。よいしょ。あ、おばあちゃん、おばあちゃんいるおばあちゃん全然予定なかったわ。おばあちゃんはみんな先に聞いといて、今のうちに。ミキが曲を準備するうちにおばあちゃん聞いといて。待ってよ。あ、イヤモニつけなくて大丈夫、全然大丈夫だよみんなおばあちゃん聞いといてね、今のうちに。
行くで。いや、1曲目じゃ何だと思う？予想してみて。1曲目はちゃんとみんながもうみんながみんな聴きたそうな曲にしたよ。ちゃんと1曲目って大事ですからね。つかみですから1曲目は。アサイリウムの準備もぜひぜひぜひ。では1曲目いきます。1曲目は渚のイメージです。ドン。
渚でした。1曲目はポンポコ渚さんでした。あ、点数？あ、点数こっから引くわ。イエーイ、パチパチいっぱいありがとう。オリメンが歌いました。そうオリメンが歌いました。じゃあ次いきますね。早速オープニング、あ、点数はあのあれがある方がミキ歌いやすいよ、この音程がある方が。1曲目から大興奮ありがとうございます。点数は次からつく多分報告していくね。さてさて、次もオリメンです。一応うん、オリメンです。なんだと思う？あれなんだよね、あのショールームじゃ歌えないからカラオケで歌いますっていう曲。お、200点ありがとう200点ありがとう。さあ、青空片思いです。春だね、いいね、めっちゃ春じゃん。季節的にいいね、季節感がいい。ずっとこれは空の下。
終わりました。何点だ、出る出る、お、いいんじゃない、あ、めっちゃいいじゃん。何点だと思う？めっちゃいいよ。92点、覚えててみんな、92点です。出だしから好調、イエーイ。やっとカラオケで青空片思いをみんなの前で歌いました。92点でした。高々じゃない？割と嬉しい。この公演のタイトルはパレオはエメラルドイベント、ありがとういっぱい歌っちゃうよ公演やめよう、パレオはエメラルドイベント、ありがとう、ありがとうの気持ちを込めていっぱい歌っちゃうよ公演にするわ今作った、イエーイ。92点、割と良きだった。さて次は、あ、次は緊張する。確かにリカが喜びそうな点数、確かに確かに。やばい、次緊張するんだ。あ、みんな優しい目で見てほしい。優しい目で見つつ、優しい目で見つつ、あ、見つつ優しい耳も持ってほしい。で、一緒に緊張してほしい。なんだと思う？あ、うまいギフトもありがとうね。公演タイトルもう一回言えるかな、同じように。パレオはエメラルドイベント、ありがとうの気持ちを込めて。パレオはエメラルドイベント、みんなにありがとうの気持ちを込めていっぱい歌っちゃうよ公演。ソングそんな感じだった気がする。そんな感じそんな感じ。じゃあ次は、古畑奈緒さんでオルフェスでーす。歌えるかな、頑張るね、頑張る頑張る頑張る。Oh.
え、そう、この歌バリムズイの一回なんか歌ってみてほしい。バリムズイの歌ってみて気づくむずさ、これ。なんかナオさんがめっちゃもう上手にめっちゃ素晴らしく歌うから、なんかめっちゃ難しそうに聞こえないのに、もう歌ってみたらわかるバリムズさ。ちなみに86点でした86点です。低いですね。なんか口ずさむ程度では歌うんだけど、がっつりこんな歌うことはなかなかないので緊張しますねでした。なんかすごい季節感良さげな瀬戸になってるね今んとこ。お、季節感いいよ。まだ季節感いいのが続くよ。今んとこすごく季節感いい感じに来てますけど、次も季節感いい感じに行きますわ。そう、オルフェスはもう低いところから高いところまであるからむずいんだよね。でも音程の取り方がむずい普通に。でも好きな曲なので聴きます歌いますというか聴きます。ではでは、セトリ感、あ、セトリ感じゃない、季節感いい感じに来てるセトリが、次もいい感じの季節感でいきます。次はデンデクデンデンデン、十年桜です。ハルコンで歌った曲から一曲引っ張ってきました。ハルコン来れなかった方のためにも十年桜です。桜の花びらは散りませんが。あ、すごい、あ、本人映像、テンション上がるからな。Yeah.
でした。春を感じていただけたんでしょうか。あ、ちょっと点数上がったよ。88点、88、イエーイ。そう、春コンの時ね、桜が散ってました。嬉しい。みんな今日髪の毛巻いてるからいっぱい可愛いって言ってくれるね。ありがとう自分で普段なかなか巻けないけど、美容院に行ったら巻いてくださるので嬉しい。みんな巻き髪も好きでいてくれてありがとうございます88点でした。テンション上がるよね。もうあんなさ、桜が降ってきたらそれなんかわかんないけど、わかんない、あのね、名古屋より東京の方が桜の量がエグかったの。なんかね、もう吹雪みたいな感じだったよ。なんかもう束で落ちてきたの、ない東京だから、もうあの視界ピンクみたいなレベルで、本当に東京の桜の量えげつかった。びっくりしたもん、本当にびっくりした。あの名古屋は桜だイエーイって感じだったんだけど、あ、在庫処理だった、もしかして。いや、もうほんとすごかったよ、東京のあの桜の量。ちょっとさ、最後だから頑張っちゃったんかな、桜さんが。だからもう写真に自分たち写んないんじゃないかと思うぐらい桜の量えげつかったね。そんなそんなでした。私の足元まで桜降ってきたって、ほら1列目の子にまで行ってんだよ、桜が。すごいよね。あ、リカの口にたくさん突入してた。でも口には入らんかったわ、口には入らんかったけど、もう視界が真っピンクだった。そう、でも春を感じられましたね。では次は姉妹グループさんの曲に行きたいと思います。では、次は NNB48 さんで夢は逃げないです。初めて歌うわ、ドン。歌えるかな初めて歌うんだよね、カラオケで。聞いてるから耳でいけるなら口でもいける。あ、え、何これ。あー、そういうことね。
届きましたか、みんなに頑張れば。今あれ瀬戸利でこれを組み入れたのはやっぱゴールデンウィーク明けみんなしんどいじゃないですか。だからお、多いんじゃない、お、割とよく90点出ました、イエーイ、90点出ました、90点イエーイ。そう、ゴールデンウィーク明けでみんな分かるの、ゴールデンウィーク明けってしんどいの分かるの、すごい。あのミキも高校生の時にゴールデンウィーク明け学校行くのしんどかったから、なんか休み明けはねやっぱりみんなしんどいんですよ。だからみんなに頑張れを届けたくてこの曲を選びました。届きましたか。でもこの曲はあれね、個人的にはあの井上瑠香さんとさきさんのイメージがすごい強いかな、卒業公演で歌われてたり、みんなに頑張れが届いてたらいいなと思います。あ、明日からも仕事頑張ろうって、よかった、あ、届いてるよって、よかったよかった。ミッシャー連休上げればテンション高いと思って、いや全然テンション高いけど、やっぱりあれやん、なんていうの、学生のさゴールデンウィークなんてもうスペシャルなわけよ。あんな連休、課題もあるけど、お笑い、まあ課題もあるけどさ、部活も、え、待って、この服ポケットあるんだけど、知らなかった、この服ポケットあります。知らなかったです。このワンピースポケットがあります、初知りです。使っていこうと思います。まあでもこういう曲はやっぱ響きますよね。ミキちゃんも頑張れてありがとう。ではでは、次もね、今なんかさ適当に手をここら辺に突っ込んだらポケットあってびっくりしたんだけど、ポケットから今日ね、何を落としたの今日ね。次、次も姉妹グループさんの曲で、初めて歌うかな、わかんない、初めてかもしれない、あれないと思ったら打ち方間違えてたわ、あぶねえ、焦った。ではでは、この調子で次の曲いっちゃいますよ。HKT48 さんで大人列車です。初めて歌うこれ、どうだろう、あれあるかな、今気づいたのかな、ここに
人列車はめっちゃ好きでめっちゃ聴いてるんですけど、なんかねビビってあんま歌ってなかったんです実は。めっちゃ好きなの。どうかな。お、またまた90点が出ました。イエーイ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 、90点出ました。そう、あのね、あのラストアイドルさんの番組でなんか1曲ずつ自分で持ってきて曲1曲歌って対決するみたいな時に、私の推しメンである野沢美さんが大人列車を歌ってて、その時に初めて聴いて、うわー素敵な曲と思って、その時からずっと聴いてる。そうでした。いや、カラオケ楽しいね。めっちゃ楽しいんだけど。楽しいですか？みんな楽しいですか？めっちゃマイク向ける。え、これさ、焦点あのめっちゃ時間かな？ここからさ。あ、今焦点あのめっちゃ時間かかるやん。おもろい。カメラで遊ぶっていう。よかった。楽しいって言ってくれてよかった。じゃあ次もみんな大好きな曲だよ。やっぱりみんなのために歌ってる。本日自分のカラオケタイムじゃない、みんなの、自分も楽しくだけどみんなも楽しくがテーマなので、特にみんなが好きそうな、間違えたみんなが好きそうな曲を元に選んでます。まあでもカラオケの時点でもう自分は何でも楽しいんだけどね。お、すごい当たってる人いる。なんて勘のいい人だ。怖い。え、待って待って、なんかさ、なんでなんで、うまくね反応しない。あ、反応したわ。声の調子よき、よかった。今日ずっと歌ってる。なんか声が出ないっていう状態が嫌なのミキ、あのあれでカラオケに来て。だからあのカラオケ行く前は家でめっちゃ声出ししてから行くんだよね。え、すごい平均点出してくれてんの、ありがとう。89点だった。平均点90行きたいね。楽しそうなミキちゃん見るのは楽しい。マジで楽しい。ずっと楽しい。カラオケはもうずっと楽しいよ。ではでは、次は NGT さんでマックス滝315号。新潟の映像流れてきた。本人映像かな。いや違うか。すごい、本当に新潟の映像流れてきたんだけど、すごい新潟県の映像が流れてる。本当に最後のトンネル抜けて街が続く。美しいあの街、希望がすると信じてきた。私が生まれ育った全てを知ってほしい。一番大事な人を連れて帰ること、you、yeah.
そんな経ったんやねえだよね。いつの間にって感じ。わーい。そう、7年も経てばもうほぼ10年ほぼ10年。お、もう次は予想ついてるね、みんな。そうなんですよ、次はそう、皆さんの予想通りの曲が来ますよ。まあでも予想できるのはここまででしょう、きっとでもそうね、瀬戸利最高すぎてありがとう、嬉しい。瀬戸利考えたのミキだから嬉しいではでは、みんな大好き STU48 さんの暗闇です。どん。太陽は水平線の彼方を目指して、あどやきたら落下する夕暮れに、何かを言い残してるような悔いはないのか。そういう現実がごっちゃになっている日々、あの空とこの海ほら分かれているように、交わらないものがあるってことさ。都会で暮らすとは窓しか見ていないらしい。やるせないこの孤独の時、何事を I'm not afraid to die.
星たちは自分が輝いているその位置と宇宙の果てで誰かに見られてる人識どこかに気に入ってきた光を知っているのか僕は始まってもいない欲しいものいらないものも見せたいつかなくて手を伸ばしてしまうのかさらいつも貪欲だ大人とはその分別があることというなら永遠に大人がいかなるものかふるさと捨てて僕は絶対暮らせないだろう水平線見えなければ今いる場所がわからない夜よ僕に歌わせるなよ想像だけの愛の世界は都合のいい思いやりばかりで説得力がなんか最近18は最近おおまだまだ90でした90点でしたパチパチいっぱいありがとう熱唱ですさてさて48グループが落ち着きましたがみんな次は何の曲だと思う？何だと思う？何だと思う？ミッシャンプロデュース公演最高セトリですね。嬉しい。やっぱセトリ自分で考えたんでセトリを褒められると嬉しいですね。次は何かな何かな？次はね歌ったことないかもしれない。ないけど割と歌ってほしいっていう声を前々からコメントでいただいてたけど。ビビって歌ってなかったんですねそうエビチューさん歌いたいんだけどね歌えないんだよねあのダメダメっていう方 NG 的な方なんか48とミーアジョイさんとかイコノイジョイさんとかしかダメなのでそうなんですさあ今のとこ、まあ、グループはね想像できそうみんなそう秋元さん系だけなんですよあれどこだろうあったすごい本人映像だってそれは見ちゃう映像見ちゃうじゃんいい音だよねこのカラオケの音あすごいもう1時間経ったよ早くない
ありがとう。でリップでも足し直しとこう、1時間経ったんで。ニアジョイさんのニアニーイコールジョイが好きです。あ、わかる、一緒一緒。では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 、次は、そうね、ちょうど瀬戸にも半分来たよ、これ多分。来てる来てる、みんな瀬戸に半分来たよ、楽しんでる楽しんでるね、ちょうど2時間そう。では皆さん、折り返し地点に、折り返し地点に来ましたが、楽しんでる、行っちゃうよ。乃木坂46さんの IC です。
チパチいっぱい、ありがとうございます。さあ、初めて歌ったですが、お、低いです、84点。目が潤いました。これは結構有名な曲ですよね、みんな好きだけど、あんまり歌ったことがなかったので歌ってみました。パチパチいっぱいありがとう。うるるうるうるみきちゃんさあ次は何かな、次は何かな、次はね、ここまで来て結構ノリノリできましたが、やっぱ中盤地点なので、みんなにしっとりした気持ちになっていただこうと思います。さあ皆さん、夏が来ますしっとりした曲を歌います、歌い仕上げます、頑張ってちゃんと流れ考えてくれてる、そうそうそう、割と考えてる。ではでは行きます。欅坂46さんで夏の花はひまわりだけじゃないです、です。お、ひまわりだ。あれから恋だってしたけど、他の彼なんか覚えてない、あなたと過ごした
どういうこと？ひまわりの研究室どういうこと？いっぱいパチパチとひまわりありがとう、嬉しい、サプライズじゃん、そんなひまわりいっぱい嬉しい、ひまわり大好きだから嬉しい、ありがとう、パチパチも嬉しい。お、高いの出た、高いの高いの出た。92点でした。ソロ曲も知ってんの？あ、なんかね、アイドルの曲ね、ソロ曲の方が好きな説あるんだよね、自分。ひまわりがたくさん咲いたよ。いい感じに本編終わったか。いやでも本編はまだ終わってないよ。そう、もう一回本編終わる感じあるから待ってて。さて、なんか今回のセテリなんか春夏っぽい曲多いわね。次はね、初めて歌うし、めちゃめちゃ怖い全然、自分も初めて歌うの、カラオケで聞き栓だったから歌えるかなっていう保険をかけておくんですけど保険を書いておくんですけど、まあ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 、そう、ドキドキして歌いますまあでもたくさん聴いてたのでいけるでしょう。すごい好きな曲めっちゃ聴いてんの。ではではいきます。桜坂46さんで夏の近道です。ドン、歌えるかな。毎日だ。
成果が出たみたい。よかった。すごい、いつの間にか4000人の方が遊びに来てくれた。ありがとうございます。ぜひ最後まで見ててください。いろんな曲歌うので、もしかしたら君の好きな曲を歌うかもしれないので、最後の最後までいてください。そう、アイドルと共に私の人生は作られてるので、もうどの年代というか、どのところの曲も歌います。あ、携帯すごい揺れた。だがしかしなんですよ、次の曲も緊張。歌ったことないの、カラオケで聞き栓だったの。え、わかる。 K2 目夏の近道好きな子、本当わかる。めっちゃわかる。変わる気がする、昨日までに では次は、そう、新しい曲なの、次もそれに、だから初めてカラオケで歌います。次は
イコールラブさんでこの空がトリガーです。ドン。歌えるかな、頑張ろう。え、もうすぐだもん、すぐだもん、すぐだもん、頑張らんとすぐだもん、すぐ始まる。さすが日本人映像じゃなかった。話の合うただの友達。
今日一難しかったです。なのに優しくみんな聞いてくれてありがとう。え、やっぱむずいよね。めっちゃむずくてびっくりした。86点でした。86 86点。むずむずこでしたな。ニコラムさんはね、割と箱推しかな。でも特にマイカさんの曲が好きです。曲？声？歌？でも野口依里さんのあのパフォーマンスも大好きです。いやー、むずかったね。むずかったけど好きな曲だった。むずむずか。すごい揺れた。次はね、みんなに向けて歌うよ。次はね、歌詞にね、歌詞に注目して特に聴いてほしいです。これは歌詞で選びました。はい、なので歌詞にご注目お願いします。のミキサー not equal me って言っちゃう。 not equal me さんじゃん多分本当は。なんかわかんないけど、なまってんのか知らないけど not equal me って言っちゃう。でも今は伊藤美希の配信なので not equal me さんで君と僕の歌です。どうぞ。歌詞にご注目です。Oh,
歌ったのに90いかなかった、悔しい。約束だおう、みんな歌詞届いたっぽい、よかった。みんなに歌詞が届けば点数は何点でもいいわ。89でした。気持ちが伝わればではでは、ではではでは、次も初めて歌う曲なのでドギドギです。ドギ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 、もう9時半だ、早くない？早いね、楽しい時間はあっという間だね。ど後半戦です、今めっちゃど後半戦。ではでは次いきます。ニアリーイコールジョイさんで、ニアリーイコールジョイです。あ、違う違う違う、めちゃ下手くそだった。ドンドキドキ、待って、このドキドキ好き、おもろい、いいね、ナイスセンス。ゴー、歌えるかな、歌うね、歌える歌える。 AKB さんの映像流れたら入れちゃった。ニアジョイさんです。やばい、始まるわ。どんな気がします？
バリ高、今日歌った中でバリ高一番高でした。お、初めてなのに90点出た。好きパワーのおかげ。やっぱ推しの歌割りとかは気合入っちゃいますよね。宮城さんの推し名はアリスさんとあゆみさんです。携帯のロック画面、この前ね、なんかライブの後かな、アリスさんとあゆみさんがツーショット撮ってる写真がツイッターに載ってたので即保存して携帯のロック画面にしました。ですです。では皆さん、あと3曲になりました。残り早い早い。みんな残り3曲一緒に楽しんでこうね。え、歌上手になった、嬉しい。やっぱ歌う量が増えると上手になるもんかな。ありがとう、嬉しい、優しいね、ありがとうね。そう、あっという間なんですよ。でもしっかりきっちりセトリ決めてきちゃったので、あと3曲にしたいと思います。でも17曲ってさ、どんな感じなの？一公演分ぐらいあんのかな。どんなんなんだろう。どんなんなんだろうね。ビアより多いんかな。時間がないよりと同じぐらい、どんぐらいだろう。そしたら自分の喉相当強いなって思ってしまう。ではでは、次はね、ショールームではね、割と歌ったことあるんだけど、その時に割と好評だったので歌います。あ、じゃあ本当に1公演分ぐらいなんだ。自分の喉バリ強いじゃない。だってさ、公演はさ、自分の歌わりとサビしか歌わないじゃん基本。でもね、今全部歌ってるから、自分でフルコーラスで、ユニットも全部出てるわけでしょ。やばない。いつからこんな喉強くなった。びっくりびっくり。んでは、ではではでは、みんな残り3曲いくで。でもカラオケ行ってね、でも喉壊すことないんだよね。
本当に体調崩した時だっけ喉壊すのは。でも公演の時も本当に舞台監督さんから伊藤の声めっちゃ聞こえるっていうぐらいる言われるぐらい本当にバカみたいな声出してるの。サビで伊藤の声が聞こえるって言われるぐらいめっちゃ声出してるから喉は強いと思う。じゃあ次は、ラストアイドルさんで悪魔のディールでーす。悪魔のディーブでした。
わあ、初見さんも見てくれてありがとう。お、90点、90点出ました。90点が出ました。ありがとうございます。パチパチもいっぱいありがとうね。大好きな笹井さんの曲を歌えて、しかもシュークリームロケットさんの曲を聞け、聞けてじゃない、歌ってねテンション上げです。さあさあみんな、でも飲み物がなくなったからさ、結構本気のダッシュで取りに行ってきていい？本気のダッシュで取りに行ってくるからマジで待ってて、本気のダッシュ行ってくる。前髪割れてんじゃん。いやショック、みんなショック、ショックな話を聞いてくれ。あの急いで取りに行くじゃん。あの白ぶどうが欲しかったのね、自分は。ああそうです、白ぶどうが欲しかったんだけど、走った結果白ぶどうソーダを入れてしまって、しかも炭酸じゃん。だからさ、一気に超えたりしたの。それなんか泡が溢れてきて、一入れしかしてないんだけど、こんだけ半分しか入ってない。それなんか炭酸だとさ、喉をやられそうだからさ、白ぶどうで抑えていきたかったのに、喉を刺激してしまいますね。これはあ、でもめっちゃ美味しいわ、めっちゃ美味しい。カラオケで白ぶどう飲むの好きなんだよね。炭酸あるあるですよね。じゃあ本当に最後感出していきます。皆さんいいですか？本当に最後感出していきます。それにミキは、はい、あの取りに行く前からみんなを待たせないように、もうここで白ぶどうを取ろうって決めて行ったの。あっちで悩まないようにね、悩まないように。なのに間違えた、普通に。まあ、美味しいんで雪ですけど、何のね、あ、違うか。さあもう本当にこの曲を聴いたらみんなちょうどいい、充電があと 20% 切りましたっていう通知が来ましたちょうどいいじゃないですか。もう充電も本当にガチでないみたいなので、本当にこの曲を聴いてみんな終わりを、今日も一日良かったなって感じてくださいそう、でもみんな懐かしいってなる方もいると思う。ソロ公演で歌った曲です。ラスト感、スマホも出してきた。では締めの一曲、ラムネの飲み方。久しぶりに歌、さすがにドキドキするよ。ラスト公演ぶりでしょ。え、やって、この時のさ景色思い出してきた。最初さ紫だったのにさ、ラムネの飲み方になった瞬間、水色のペンライトにしてくださった方がめっちゃ増えて、あの時の感動が今出てきた。君が今日「
水色のハートも2012年だって。89点です。お、ブラボンありがとう。いやー、ソロ公演ね、本当にそんなね、ソロ公演なんてすごいよね。そうだよ、白ぶどう炭酸持ってきたのはラムネの飲み方に合わせてきたんです。はいはい、本当にソロ公演はさすがに夢の時間過ぎた。今でもあの感情になるとっていう顔になるでは皆さん、本当の本当に最後の曲になります。いいですか、皆さん心の準備が。ここまですごくすごくいい感じに来て締めましたけど、最後は上げていきますじゃあみんな最後の曲も分かるよね怖い怖い、分かるよね。みんなで右がせーのって言ったらあの曲を、あ、確かにダダっぽい、確かに K2 だとダダっぽいけど、まあ、このね、あの、あるイベントで会社の感謝タイムですけど、今感謝祭だからあの曲をね歌いましょう。そう、珍しい魚出てくるやつ。ではせーのって言ったらコメントしてね。でミキがせーのって言ったらちょっと曲探すからお、本人映像じゃん。いいんじゃないの、いくよ、せーの。パレオは英明
ットフットみんな。お。Yeah.
92点だ。一番いい点数出たじゃん。さすが、みんなが給与をプレゼントしてくれたおかげでこちらでも一番いい点数が出ました。改めて給与ありがとうございました。本当にありがとうございます。皆さんからの最高のプレゼントありがとうございます。ありがとう、本当に。あ、ミラーボールもずっとまだ続いてる。嬉しい、ありがとうね。パチパチもいっぱいありがとうね。キュウイおめでとう、ありがとう。こちらこそ本当にみんなのおかげでキュウイになれたのでありがとうございます。え、やばない？ちょうど終演時間来たじゃん。本当にありがとうございます。みんなのお礼になったかは、みんなへのお礼になったかわかんないけど、カラオケでもみんなが楽しそうな感じでよかった。よかったです。ね、時間配分かみってた。お見送りしますよ。全体的にお見送りします。全体的にお見送りします。いや本当に楽しかったです。みんながいっぱい盛り上げてくれたおかげでとってもとっても楽しかったです。ありがとね、ありがとう。だにゃん、とってらし、あ、とってらしよ、とってらしね、オッケー。じゃーん、せーの、くしゃ、せーの、くしゃ、せーの、くしゃ。キュウイってどうやって作る？こっちだったりする？せーの、くしゃ、せーの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 、あ、髪の毛切ったから、せーの、言葉、せーの、せーの、あー、ハート、ハートに入れてる？はい、ありがとうございます。たくさん取って出し出ましたね。いつも1枚ですけど今日は何枚もプレゼントです。本当にありがとうございました。5000人の方お見送りしたいと思います。見えてるよ、後ろの方まで見えてるよ。ありがとうございました。本当にめちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございました。楽しかった、本当に。みんなのおかげでめっちゃ楽しかった。後で感想ツイートするね。お、嬉しい、感想してくれるの、ありがとう、嬉しい。ではでは、皆さん、終演の時間がやってきたので、伊藤美希ははけたいと思います。楽しかったです。みんなに、ね、ありがとうの気持ちが伝わってたらいいなと思います。また何か機会があればカラオケ配信しますので、またお知らせします。せーの、はい、せーの、はい、せーの、はい、ありがとうございました。ガチで一人ソロ公演ありがとう。ひょーん、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 バイビー、おやすみ、おやすみ。みんな本当にありがとね。あ、待って、一個言っときたいことあるわ。あのね、なんかこの配信で言うのもあれなんですけど、あのですね、あのちょっとどなたかはわからないんですけど、あの多分パソコン関係に強い方なんですかね、わからないんですけど、あのこのイベントの貢献ユーザーランキングを
載せてる方がいらっしゃったんですよ。それをみおたんが見つけてくれて、でみおたん、あ、みきがみおたん、みきとみおたん困ってるっていうことを話してたので、2人で、でみおたんが見つけてくれて、なんと見つけました、貢献ユーザーランキング。なのでまたどこか配信で紙に書きながら配信できたらいいなと思っておるので、なんかそれができないから今こうやってカラオケ配信してたんだけど、まあでもどっちもできるっていいよねってことで、はい、またそのスクショ残ってるので、それ書きながらまた配信したりしたいと思います。なのでダブルお礼ということでそう、それが発表できないから、なんかできないかなと思ってカラオケ今日してたんだけど、まあでもせっかく企画したことだしやろうということで、はい。なのでまた自分貢献ユーザーランキング乗ってそうじゃねって思った方は、またその配信遊びに来てくださいということで、それだけはお伝えしてきます。でも今日本当にカラオケできてよかった、楽しかったし、みんなも楽しそうでいてくれてよかった、ありがとうね。あ、明日の配信はおそらく夜です。今日と同じぐらいぐらい、うん、何時かわかんないけど夜夜です。明日はお仕事ありなので夜です、はい。ということで、ミキね、ゴールデンウィークあんまり休みなかったんだけど、ゴールデンウィーク明けて3日間ぐらい3連休だったんだけど、今日から明日からお仕事に行くんで、一緒に頑張ろうね、みんな一緒に頑張ろう頑張ろう。じゃあみんなおやすみね、バイビー。そう、明日は夜配信します。明日は木曜日、もうショールームウィークが後半戦に差し掛かってる。じゃあ本当のおやすみ、バイビー。あ、よかったら今日の配信で気になった方がいらっしゃったら、今現地でトーク会の5時販売が先着順で始まってるので、ぜひ先着順ですので、握手会はありがたいことに2日間と盛り切れちゃってるんですけど、トーク会はまだまだあるので、部数も増えたのでありがたいことに、ぜひ遊びに来てください。トーク会で歌ったりもしてるので待ってます。充電が残り 10% を切ったので本当に終わりたいと思いますよかったらお友達とかにも、伊藤美希ちゃんっていうところ一緒に行かないみたいな感じで、あのお声かけたりしてくれたらとっても喜びます。じゃあね、バイビー、おやすみー。